いきなりだけど、コメント読んでくよみんないつもコメントありがとう。ということで、今回はただただみんながくれたコメントを読んでいく動画です。何その海外の実況者がたまーにやる企画パクっただけのやつ。ちなみにコメント読むだけだと画面が寂しいので、左側に、最近ウプ主がハマっているクラロワというゲームを流しておきますよ。さりげなくレジェンドランカーなの謎すぎるけどな。ではでは早速読んでいきましょう。1個目。それ自演じゃねえか。いやー、やっぱり1個目を獲得するのはすがすがしい気分になりますねー。よくよく考えると、1個目って動画投稿者以外誰にもわからないコメントだよな。確かに。でもうちのチャンネルは1個目推奨チャンネルなので、ガンガン1個目していってくださいね。たとえ、動画見るのが24時間後でも1個目していっていいですよ。だって、コメント多い方が再生数伸びるらしいですもん。めっちゃメタ発言かましてきたな。次行ってみよう。シラス。シラス？多分食べないと死ぬの時に、シラス出てきたんじゃね？あ、そういうことですか。シラス好きな人だったんですね。うんうん、シラス美味しいですもんねー。詳細をしてみな。あなたは今、5億年の時を過ごしたかもしれない。あ、パソコンで YouTube 見てるから詳細のボタンないですわ。それ残念すぎんだろ。最近詳細ボタン詐欺流行ってますよねー。コメント欄って謎のムーブメント起こったりしてるもんな。まあ、微笑ましいのでいいですね。ヒカリナさんの動画って、空いてる時間にちょこっと見れるからいいよね。ありがとうございます。とっても嬉しいです。というか、それが狙いでやってる感じあります。ヒカリナさんって、やるゲーム他の実況者さんと比べて遅いよね。ありがとうございます。とっても嬉しいです。いやこれ全く褒められてないからな。違うんです。私たちが遅いんじゃなく、他の実況者さんが早すぎるんです。人気ある実況者さんほど、流行に敏感だからリリースしてすぐ実況動画になってるよな。牛年ではなく、馬年なのは突っ込んでよろしいですかね。あ、これは馬のプリンスのコメントですね。もはや編集ミスでもなく、普通に読み間違えてたんだな。確かに。冷静に考えると馬が主体のゲームで牛年って意味不明だね。兄様にゲストでリサさんが出るね。ああ、これは1月の月末のリスアニライブのことですかね。でも安心してください。ウプ主はすでにチケット購入済みですから。リサさんのファンクラブ入ってるから、チケットは毎回最速で入手してるんだよな。なんか、リサさん情報くれる人たくさんいて嬉しいです。ウポツー、私も毎回コメントしてるの知ってるかい？もちろんですとも、コメントしてくれるみんなのことは全部覚えてるからね。ドストレートに嘘つくのやめろよ。個人個人を覚えるのは難しいですが、なんとなくアイコンでこの人いつもコメントしてくれてる、的な感じはありますよ。久々に見たら、オープニングがかっこよくなってる。ありがとうございます。そうなんです。最近オープニングが変わったんですよ。なぜヒカリナさんの動画には、毎回美人なお姉さんが映るのか。これは、ウプ主の趣味としか言いようがないですね。ほんとその通りだな。というか美人なお姉さんの画像が、フリー素材として認められてるこのネット環境のせいだな。ほんと、ファクタソさんっていうサイトが素晴らしいんですよ。ウポリナです。このコメントめちゃくちゃ多いよね。ああ、昔はウポツだったのに、最近は謎の派生版めっちゃ出てきたよな。ほんとそうだよね。ちなみにウポツは、投稿お疲れ様です。これの投稿の部分を、アップと変換し、簡略化したことによって生まれた言葉です。なので、ウポリナですを変換してみると、投稿お疲れ様ヒカリナです。という感じなのでしょうね。それ日本語おかしいことになってんだろ。あ、クラロワ最初買ってたのに、気がついたら負けちゃってますね。ここまで一切クラロワに触れてなかったの逆にびっくりだぜ。ではでは、みんないつもコメントありがとうです。割とコメントは見てる感じなので、これからも適当にガンガンよろしくね。ではでは、また他の動画でお会いしましょう。しただけ。